グラディスカディゾンツォは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、コリツィア県にある、人口約6500人の基礎自治体、フリウーリー地方東部の文化的な中心である。イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ、コリツィア県北部に所在するコムーネである。グラディスカディゾンツォの町は、 モンファルコーネの北北西約9 k ントコリツヤの西南約1 1トル、ウーディネの南東約2 8トル、州とトリエステの北西約3 4トルに位置する。グラディスカの町は、イゾンツォ川の右岸にあるが、コムーネの領域の一部は対岸にも広がっている。グラディスカディゾンツォは、西北に広がるフリウーリ地方と、 南に広がる沿岸平野部のビシアカリア地方、ゴリツヤをはじめとする、イゾンツォ川中流域、ビパッツォダニとを結ぶ、交通の要衝であり、フリウーリー地方東部の中心地である。ゴリツヤ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、コムーネの南をイゾンツォ川が流れ、その領域には、平野が広がる。町の名、グラディスカは、古代スロベニア語で、要塞や、 砦の跡を意味する、グレディスに由来する。同様の地名は、スロベニア人の住む土地で広く見られる。グラディスカの名が初めて文書に現れるのは、この地位が、アクイレイアの総大使教領に含まれていた1176年のことであり、ラテン系の人々とスラブ系の人々が混ざり合って、住んでいたことが記録されている。1473年には、ベネツィア共和国に並行され、 オスマン帝国に対抗するための要塞化が進められた。1511年にはハプスブルク家のマクシミリアン一世の所領となった。1615年にはベネツィアとオーストリアスペイン王国とのグラディスカ戦争の舞台となったが、この町は皇帝の領土として維持され、グラディスカ白国の首都となった。その後、フェルディナント三世はこの領地を、 エッケンベルク家のハンス・アントンに売却した。エッケンベルク家はグラディスカの領主として町の発展に努めた。1717 17年、エッケンベルク家が断絶し、この地は再びハプスブルク家の所領となった。1754年、ゴリツヤ博国に編入され、ゴリツヤ・グラディスカ博国となった。ナポレオンによる占領を経てウィーン会議により、 オーストリア帝国領に復帰した。1816年には、オーストリア帝国を構成するイルリア王国の一部、1849年には、実地領五立やグラディスカ公国の一部となった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、グラディスカの人々は、オーストリア・ハンガリー帝国の下で、イタリア王国と戦った。第一次世界大戦後、 この地はイタリアに活上された。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点、イタリアの最も美しい村クラブカメーコムーネである。グラディスカ城昔ながらの面影を残す、小さな町で、中心には古い城がある。チェントル付近には、郵便局、銀行、 ホテルレストラン、複数の教会、テアトロがある。チェントロからテアトロにかけては、商店街となっている。また、この街には有名なコレペティトルが在住しており、イタリア国内はもとより世界各国から歌手を目指す、若者が集っている。依存祖川沿いに走る国道 SS351 が、グラディスカの街を通って、コムーネを貫いており、 東北に隣接するファルタ・ディゾンツォを経由して、コリツヤに至り、西南に、ビッテッセトを結んでいる。コリツヤは車で約20分の距離である。また、SS305 がコムーネを南北に貫いており、北に、マリアーノ・デル・フリウーリ、南にイゾンツォ川を渡って、サグラード及びホリアーノ・レディプーリアに通じている。また、コムーネには高速道路 RA17 が通っており、東は、 コリツヤを経て、スロバキアへ通じ、西はビルレッセで高速道路 A4 に合流する。ありがとうございます。